ポール・アナコーンはアメリカ・ニューヨーク州出身の男子プロテニス選手、指導者。1985年全豪オープン男子ダブルスでクリストバン・レンスバーグとペアを組んで優勝した選手である。ATP ツアーでシングルス3勝、ダブルス14勝を挙げた。4大大会のシングルスでは1985年ウィンブルドン選手権のベスト8が最高成績である。 予選から勝ち上がる4回戦で、第12シードのヨハンクリークを6から3、6から2、6から4で破った。準々決勝では、第3シードのジミー・コナーズに2から6、4から6、2から6で破れた。ATP ツアーでは、1985年にロサンゼルスとブリスベン、1989年にウィーンのシングルス3勝を挙げている。 1985年全豪オープンの男子ダブルスで決勝に進出した。クリストバン・レンスバーグとペアを組み、マーク・エドモンド・ソーンキム・オーウィック組を3から6、7から6、6から4、6から4で破り優勝した。1990年全米オープン男子ダブルスで、デビッド・ウィートンと、1987年、全米オープンで、ベッツィ・ナゲルセント組準優勝している。 アナコーンは1998年に現役を引退した。引退後は指導者として活動しており、ピートサンプラス、ティム・ヘンマン、ロジャー・フェデラーなどのコーチを務めた。ありがとうございます。